宇田市の様々な魅力を PR するラッピングトラックが完成し今日出発式でお披露目されましたラッピングトラックは宇田市に本社がある運送会社今西物流がふるさとの魅力を広く知ってもらおうと制作したものです 今月完成した1ットントラックは宇田市への移住・定住を呼びかけるもので、暮らしやすさや都心への通いやすさを PR するとともに、去年、女人荒野として文化庁の日本遺産に認定されたことを記念し、背面には室寺の五重の塔もデザインされました今日の出発式には、去年制作されていた古代の薬狩りの場面が描かれたもう1台のトラックも登場。挨拶に立った金剛市長は ラッピングトラックが全国を巡って宇陀市のブランド力を高めていくことに期待を示しました今西物流ではおととしまでに3台のラッピングトラックを製作していて今後は合わせて5台が北は東北から南は九州までを走って宇陀市の魅力を伝えます